あちゃ、えちょんでーす。今回もジャンプチやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、今回はこちらのキャラ使っていこうかなと思います。はい、役女の仮面、かまど炭治郎ですね。役女の面だった。ごめんなさい。はい、こちらを使っていきたいと思います。で、必殺友情特性すべて、マックス、運マックスしてあります。では、性能見ていきましょう。攻撃タイプで、敵単体に 310% のダメージを与え、バランスタイプの場合 45% の追加ダメージですね。バランスタイプには、355% 与えることができます。そして友情技、メインキャラにかかった友情技封印のターン数を2ターン短縮、そして、3ターン必殺技で与えるダメージを 12% 上げてくれるみたいですね。いいねいいね。そして特性、攻撃力 18% アップ、 55% 以上の時に、邪魔プチ1個青プチに変換って感じですね。緑のあのなんだっけ、黒脂肪と裸の方の黒脂肪と一緒かな、そんな感じだと思います。はい、一応ね、デザインとかも見ていきましょうか。これちゃんとね、なんかあざもね、この普通の炭治郎とは違って、まだ怪我する前の感じになってますね。すごいね、細かく作られてますね。ね、こんなね、感じとか。いいですね。ということで、今回はこちらを使っていきたいと思います。行く場所はカナオです。では、やっていきましょう。さあ、やっていきたいと思います。これ繋がるかな？繋がりそうな場所がないな。一旦待ちましょう。はい、ということで、一旦待ったのでやっていきたいと思います。では、どうしようかな。こっち取っちゃうか。で、まあ、義勇さんと一緒に見ていきますか。OK。じゃあ倍速下げて演出見ていきたいと思います。水面切りか。おお、演出いいね。26,000。いい感じっすね。で、今義勇さんと今必殺技比べたのが、両方ともだいたい340とか50ぐらいだったんで、比べてみました。結構あれですね、特性とかで違うっぽいですね。では、次は火力を上げてやっていこうかなと思います。さあ、ハートプチ変換。さあ、一応攻撃力見てみましょう。現在の攻撃力こちら。見れるかな？はい、炭治郎が 13,111。結構上がってますね。271% アップって感じです。ギュウさんが 240% の 12,000。なるほど。では弱体化させていきましょう。OK。で、次、魚雷ガールで4つ取って16%アップ。さあ、これで火力ちょっと見てみましょう。もう一回。はい。炭治郎が 15,796。結構高いんじゃない？ 347% のアップ。で、牛さんが、15,082 ですね。306% のアップ。大体同じぐらいになってますね。なんで、義勇さん3倍ぐらいしたら、同じぐらいの火力になるのかな。さあ、見てみましょう。39万と、11万。はい、ということで、いかがだったでしょうか。新しいね、炭治郎使ってみました。普通に強いんじゃないかなと思いますね。攻撃タイプで、しかも、攻撃力も2200と
まあちょっと攻撃タイプにしては低いものの、まああの必殺技の倍率もまあそこそこ高いですし、特性もね結構 18% とまあまあ高いように設定されてるし、さらには運特性があるので、運特性でさらに攻撃力が上がるって考えたら全然使えますし、いい感じのキャラでしたね。いやいいねこのキャラ。まあ炭治郎好きなのでプラス振ってちょっとやってみたいなとちょっと思ったりしました。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。